昔、あるところに一匹の竜が住んでいました。力が非常に強く、形も体層恐ろしく、それに激しい毒を持っていましたので、あらゆる生き物がこの竜に合えば、弱いものは目に見ただけで気を失って倒れ、強いものでもその毒気に当たって間もなく死んでしまうほどでした。この竜はある時、良い心を起こして、これからはもう悪いことをしない、すべてのものを悩まさないと誓いました。 そして静かなところを求めて林の中に入ってじっと道理を考えていましたがとうとう疲れて眠りました。全体、竜というものは眠る間は形が蛇のようになるのです。この竜も眠って蛇の形になり、体には綺麗な瑠璃色や金色の紋が現れていました。そこへ漁師どもが来まして、この蛇を見てびっくりするほど喜んで言いました。 こんな綺麗な珍しい川を王様に差し上げて飾りにしてもらったらどんなに立派だろう。そこで杖でその頭をぐっと押さえなでその川を剥ぎ始めました。夕は目を覚まして考えました。俺の力はこの国さえも壊してしまえる。この漁師なんぞは何でもない。今俺が息を一つすれば毒に当たってすぐ死んでしまう。けれども私はさっき、 もう悪いことをしないと誓ったし、この漁師を殺したところで本当にかわいそうだ。もはやこの体は投げ捨てて、こらえてこらえてやろう。すっかり覚悟が決まりましたので、目をつぶっていたいのをじっとこらえ、またその人を毒に当てないように息を凝らして一心に皮を剥がれながら悔しいという心さえ起こしませんでした。漁師は間もなく皮を剥いでいってしまいました。 竜は今は川のない赤い肉ばかりで地に横たわりました。この時は日がカンカンと照って土は非常に熱く、竜は苦しさにバタバタしながら水のあるところへ行こうとしました。この時たくさんの小さな虫がその体を凍うとして出てきましたので蛇はまた。今、この体をたくさんの虫にやるのは誠の道のためだ。 今肉をこの虫らにくれておけばやがて浜子との道をもこの虫らに教えることができる。と考えて黙って動かずに虫に体を食わせとうとう乾いて死んでしまいました。死んでこの竜は天井に生まれ、わずには世界で一番偉い人、お釈迦様になってみんなに一番の幸せを与えました。この時の虫も稲咲二竜の考えたように後にお釈迦様から教えを受けて誠の道に入りました。 このようにしてお釈迦様が誠のために身を捨てた場所は今は世界中のあらゆるところを満たしました。この話はおとぎ話ではありません。